どうも皆さん、おはこんばんにちは、麻生です。今日は侍に聞けのコーナーやっていきたいと思います。はい、こちらのコーナーね、皆さんの質問に答えていくコーナーとなっておりますので、質問をいただけることでこのコーナーが成り立っているということになります。ありがとうございます。早速なんですけれども、今回の質問内容ちょっと読み上げていきたいと思います。平泳ぎのレッスンでみんなに置いていかれそうな時はドルヒラでついていきます。ドルフィン平泳ぎをしていると超苦手なバタフライができそうな瞬間がありますが、ストロークを縦に持っていくのが難しいです。ドルヒラでバタフライを目指そうとするのは困難でしょうか。おかしな質問で戸惑いましたが、思い切って侍に聞いてみました。よろしくお願いします、という中身になっております。はい、まず結論から言った方がいいのかな、こういうのはね。これに関してはですね、別に全然いいと思います。はい、ドルヒラでバタフライを目指そうとするのは、まあ、全然悪くないと思います。選択肢の一つとしては十分にありかなって思います。ただこれ、まあ、別のね、また解説というかコラムの動画で出そうとも思ってることなんですけど、そのドリル練習っていうものを、まあ、どういう目的で使うのかっていうのをちゃんと明確にしてあげるっていうのが大事でですね、そのドルヒラっていうのは平泳ぎのドリル練習でも使うことができるし、まあ、バタフライの練習でも使っていくことができるっていう、ただそのどういう目的を持ってやっていくかっていうことがやっぱり大事になってくるわけですよね。でそのバタフライを、まあ、目的としてドルヒラをやるのであれば、バタフライをイメージしてドルヒラをやんないとうまくいかないわけですよ。なんかちょっとね、どういうことみたいな感じになると思うので、まあ、もう少し掘り下げて話していこうと思うんですけど、まずその、まあ、特にバタフライの場合はストロークがね、短くなってしまいやすいんですよね。その実際に泳いでる時の話ですね。その書いてる時に、まあ、ちゃんと腿のところら辺までストロークできないで、こう途中で脇から抜いてしまうっていうパターンがね、結構多いんですよ。で、それは僕が現場で仕事してバタフライをね、教えていてもそういう風になってしまう方っていうのが結構多くてですね。で、それってね、もう一重にリズムが早すぎるんですよ。リズムが早すぎる。そう、バタフライって別にルールとして決まってるわけじゃないですけれども、一般的には2回キックで1回手を回すっていうことになってるじゃないですか。なんで皆さんそういう形でね、そのバタフライストロークを練習されてると思うんですけど、その2回に1回手を回さなければいけないということは、足のリズムが早かったら2回に1回腕を回すのも早く来るわけですよね。そうなってくると後ろまで回し切るというか、まあ、かき切るというか、まあ、そういう例えば腕力が足りないですとか、あともう一個はタイミングですよね。その本来はストロークしてきて、そのプッシュの局面に差し掛かるくらいのタイミングで2回目のキックを来るようにね、バタフライを泳いでいきたいんですけれども、そうどうしてもね、その前で溜める時間が長すぎて、ドーンで1回キック蹴って2回目ドンってキック蹴った時にまだ手が前に残ってるみたいなね、そういう人もいるんですよ。まあそれについて解説した動画、多分過去動画であったと思うんですよね。見つかったらちょっとこの辺にね、その概要欄で貼っとこうと思うんですけど、まあ要はそのキックのピッチが早すぎるっていう問題と、あとその手の出発時間が遅すぎる、これタイミングの問題ですね。この2つのどちらかの要因で手がその足のところまでかけないで途中から抜いてしまうことによって、ピッチを合わせて手を回してるっていう、そのバタフライがね苦手な方はそういうタイプの人が結構多いです。で、要因は今話した通りテンポが早すぎるか、手をかき始める出発時間が遅すぎるかの、まあ、大体どちらかになってることが多いです。で、ここでそのドルヒラについて話を戻していくんですけど、そのドルヒラってストロークが平泳ぎですから、バタフライに比べるとかなりストロークの長さが短いですよね。その胸の前までしかストロークしないわけですからね。なので足までかいていくバタフライに比べると、まあ、短い距離で済んでしまうわけですよ。で、ここに少し落とし穴があって、短い距離で済んでしまうから足のテンポ速くても泳げちゃうんですよね。だから例えばですけど、これぐらいのリズムでバタフライキックしてるとして、それぐらいのリズムだったら、ドルヒラだったら
パン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 くらいの感じでいけちゃいますけど、これバタフライストロークでできますかって言われたら多分ほとんどの人がムムってなると思うんですよ。それぐらいのスピードで泳いだら僕も多分結構しんどいんじゃないかなって思うので、なので、まあ最初にも言いましたけれども、その目的をね持ってやっていくっていうことが大事になってくると。なので、まあ、実際自分がバタフライを泳ぐってなったら、どれぐらいのリズム感だったら余裕を持って腕回せるのかなっていうところをまずイメージしてもらって、そこから逆算してドルヒラに持っていくっていうことができれば、ドルフィン平泳ぎをやっていたとしてもそのバタフライを上手にしていくっていうことは可能です。ただそこのイメージが抜けちゃってると、実際に自分が腕を回せる速さよりも速いテンポでキック蹴っちゃったりとかするんで、まあ、そうするとなかなかねバタフライはドルヒラがバタフライにはつながりにくいよねっていう話になってきます。ですので、まあ、ぜひそのドルヒラをやる際のキックのリズムよくね見直して、まあ、思ってる以上にゆっくりで大丈夫です。本当に思ってる以上にゆっくりでいいです。はい、今までそのバタフライ苦手なんですっていう人で、こうまあまあな人数バタフライの指導させてもらいましたけれども、この人キックのテンポゆっくりすぎるなーっていう人に出会うことの方が稀なので、大半の人がちょっとリズム早すぎることが多いので、ぜひちょっと思ってる以上にゆっくりバタフライキックやってみるようにしてみてください。はい、というわけで本日のサムライ日記はここまでになります。何かね質問等ございましたらコメント欄に書いていただければ、まあ随時話していこうと思いますんで、コメント待ってます。では本日はこの辺で、ごめん。